巨乳が最も多い国は、イギリス、女性の性欲が高くなるのは、満腹の時、花火大会は、女性の性欲を高める。エロい男は、長生きする。ニュートンは、生涯童貞だった。 1たす1は2、風呂に入らないと臭くなる。1日の時間はみ二な24時間しかない。呼吸をしないと人は死ぬ。TikTok には美女が山盛り存在する。肌が1日で最も乾燥する時間帯は 9時から11時である。手には多くの細菌や汚れが付着しているため、顔を触ることでそれらが肌に移り肌荒れの原因になる。水には余計なカロリーなどがなく、排出する力が高まる。余計に太ることもなく、肌もきれいになる。睡眠中には肌の修復や再生が行われるため、睡眠不足は、 肌荒れのトラブルにつながる。皮脂は肌を保護する役割を果たしているが、過剰な皮脂は毛穴のつまりやニキビの原因になる。ギャンブルによる金銭的な問題や時間の浪費は、家庭や親しい人々との関係を破壊する可能性がある。競艇では走っているボートに、ボラが跳ねてぶつかることがある。 日本の競馬での最高当選金額は5億5444万6060円。競輪では雨の事故により開始3秒で中止になったレースが存在する。麻雀で最も得点の高い役は役満だが難易度が高すぎて一部のプレイヤーは一生役満を出せない。過度なアルコール摂取は 肝臓にダメージを与え、肝炎や肝硬変などの大きな問題を引き起こす可能性がある。飲酒量が多いほど、口腔、陰糖、口頭、食道、肝臓、大腸、乳癌のリスクが高まり、さらには、高血圧、心臓病、脳卒中のリスクが増加します。アルコールは、神経系を抑制し、 反射を遅らせる可能性があり。男性は射精を制御する能力が低下し、騒動になりやすい。過度のアルコール摂取は女性の月経周期に影響を及ぼし、排卵を妨げ、不妊につながる可能性がある。過度なアルコール摂取は判断力を低下させ、頭がおかしくなり、暴れてしまう。 酒癖の悪い人間が誕生する。男性でタバコを吸っている人は、精子の質が低下し、ED になりやすくなる。男女共にタバコを吸っている人は、吸っていない人に比べて、不妊を引き起こす可能性がある。タバコの煙がコラーゲンとエラスチンという肌の弾力性を保つ成分を破壊するため、 シワやたるみの原因となり、肌の老化アップ。非、喫煙者からすると、タバコは臭い。タバコの煙は、ペットの呼吸器や肺に悪影響を及ぼし、ガンなどのリスクを増加させる。日本のカレーライスの起源は、インドからイギリス経由で日本に伝わり、日本でのアレンジを経て、現在のカレーライスが誕生した。カレーの色は、 使用するスパイスの組み合わせや量で色が変わる。ターメリックやクミンなどのスパイスが色の要因となる。カレーの辛さは辛さを調整するためのスパイスとして唐辛子が主に使用される。日本のカレーは子供も食べられるよう甘口から激辛まで多様な辛さがある。カレーに含まれるスパイスには抗酸化作用や消炎作用があると言われている。不コンには肝機能を高める効果があるとされ、 日本の健康食品としても流通している。日本での第1号店は1877年、日本で最初のカレー専門店、アンガ東京銀座にオープン。明治時代にはすでに家庭の味としてカレーライスが浸透し始めていた。ファーストキスの平均年齢は17歳。初体験の平均年齢は19歳。 快楽を求めてするのは、人間とイルカだけ結婚する人の25%は、デキ婚。チンギス・ハンギーは、3000人以上の妻と1000から2000人の子供がいた、別れた後に復縁する確率は14、14%整った顔より、親近感のある顔の方がモテる。 男性も女性も好きな人の前では声が低くなる。二分以上目が合うと相手との愛情が深まるという心理学研究がある。モンゴルでは人口よりも羊の数の方が多い。約300万人の人口に対し約2700万匹の羊がいる。カナダは湖の数が最も多い国で 約300万の湖が存在し、これは世界の湖の約50%を占めている。オーストラリアのカンガルーの数は人間の数を上回っており、2023年現在カンガルーの数はおおよそ5000万匹と推定されています。中国は1年間で最も多くのインスタントラーメンを消費する国で、 年間約400億食が消費されています。ベトナムでは、毎年春節にあたる日に、魚を購入して解放する習慣があります。海水が汚染されている場所では、耳の感染症や消化器系の問題など、様々な感染症のリスクがある。7月、8月の海は、神秘的なクラゲが大量発生する。 適度な日光は健康に良い影響を与えるが過度な紫外線は皮膚癌のリスクを増加させる海での年間の事故件数は数千件起きている長時間海水に浸かっていると皮膚や髪にダメージを与え髪がパサパサになる巨乳が最も多い国はイギリス 女性の性欲が高くなるのは満腹の時花火大会は女性の性欲を高めるエロい男は長生きするニュートンは生涯童貞だった